みちゃんと千鶴ちゃんの衣装素敵だね。上品だけど可愛さもあってよく似合ってるよ。でしょでしょ、あみと千鶴お姉ちゃんどっからどう見てもセクシーなゴージャセレブだし、華やかでとっても大人っぽいです。ところであみさん、ゴージャセレブって何ですか？よく聞いてくれたセリカッチ。ゴージャセレブとはゴージャスなセレブのことだよ。結構そのままだったね。お二人とも海外で撮影してきたんだよね。ええ、ドバイのあたりで少々。海や建物が、それはもう美しかったですわ。千鶴とアミだけなんて羨ましいです。ロコも行きたかったです。ドバイの近くにすごいミュージアムができたんです。いつか行ってみたいですね。うんふんふん、準備はバッチリだよ兄ちゃん。なんならドバイまでバビューンと高飛びできるよ。気合が入ってますわね。大人の女性がテーマですし、私も負けていられませんわ。そうだね、私も大人だからみんなのお手本になれるように頑張らなきゃ。あの、ふうかさん、千鶴さん、どうしたらお二人のように大人っぽくなれますか？ロコもアダルティについてラーニングしたいです。アドバイスをお願いします。あ、私も知りたいです。ちんちくりんで弱々な私が大人の女性なんてほど遠いですけど。ええ、そうですわね。とはいえセリカたちはすぐに知りたいのでしょ。でしたら簡単に大人の女性になれる方法をお教えしますわ。それはメイクを変える。メイクを変える？うん、そうだね。深い色味のものを使ったりして大人っぽいメイクを意識するだけでも変わると思うな。そこにセクシーポーズが加われば無敵っしょ。いいよ。ほらね。でもアミの言うことも一理ありますわ。ポーズというより仕草かもしれませんけど。ですがメイクや仕草は手段の一つ。一番大事なのは大人っぽくなりたいと思う気持ちですわ。気持ち？そっか、千鶴ちゃんがいつもキラキラしてるのはきっとそういう気持ちだからなんだね。なんだかアートと似てますね。アートもハート、パッションが大事ですから。気持ちが人を輝かせる。素敵なアドバイスです。私も自分の気持ちを大切にしていきたいな。皆さんのお話とっても勉強になりました。私は私のペースで素敵な大人を目指します。うんうん、さすが千鶴お姉ちゃん。あ、ポーズの勉強ならいつでも弟子入り大歓迎だよ。セクチーヘロモンで兄ちゃんをメロンメロンに。その心意気ですわアミ。誰
誰かを振り向かせたいという気持ちもまた、アミを輝かせてくれますわよ。